皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋隆子です本日のテーマは保存版必ず夢が叶ってしまう高橋隆子的非常識人生思考というテーマで語ってみたいと思います、えー、保存版って言ってるのはですねあの私のえっ、ー、と現状に至るまでの過去のストーリーを語るので多分それが今悩んでる人とか 私みたいなこう願いがねすべて叶うようなそんな人生を送りたいと思っている人のエールになればいいと思って保存版ということであの今回はお話をしようというふうに思ってますだからもしかしてちょっと長くなるかもしれませんけれども必要なところ必要なエッセンスだけ取り出して聞いていただければなというふうに思ってお話をしたいと思います あのこの話をするきっかけになったのが特に最近、ですねここ2年ぐらいかなあの私、いろいろなところでお話ししてます、YouTube でもお話ししているしリアルセミナーでもお話ししているあと、クラブハウスですね、特にいろんな方のルームを呼んでいただいていろんな話をすると、まあ、大概、皆さんねあの男前だとかかっこいいとか憧れますとかあのコメントねあとでいただいて。 でまあ、私自身もあの自分自身が、ね、こうスパッとした形で言い切って生きてきているので、まあ、そのまんまのキャラクターでお話をしているのでその点が共感はされているんだろうなというのは理解はできています。ということは裏を返せば皆さんがなかなか言えないしそのように行動できないということの裏返しでもあると思うんですけれどもねでそれとセットでもうほぼほぼ100%に近い状態で 本当に最近よく聞かれるのが昔からそうだったんですかってよく聞かれるんですよ。でまあ昔っていうのがいつを指して昔っていうのかは分からないんですけれども、まあ、少なくとも私自身の中では記憶にある記憶の部分小学校1年生ぐらいから割とこんな感じだったんですよ。<laughs> なのでまあそう,そういうふうなもともと子供時代からもともとそうで でさらに学生時代があって、社会人があってっていう、まあ人学形成がされる一番大事な小学生ぐらいの時の、うんまあ人生観っていうか、うん、そうだな、家庭環境とかっていうのがやはり大きく影響しているんだろうなというふうに思っています。なので、いつからかと言われれば、物心がついた頃からこんな感じ。 だったんですよだからある意味子供らしくない子供可愛くないっちゃ可愛くないですねまあ、だから甘えるのが下手になっちゃったんですけどで今日はそのどういう思考で私が生きてきてでそれは特別なことではなくあのねそれこそよく 今、ね、うまくいっている方とかが、えー、金なし、こねなしでっていうようなお話とかするじゃないですかもう私もまさにそんな形でまず一番ですね夢を叶えるのに一番近道なのってお金があると叶いやすいんですよであと時間の自由ですねそれがやっぱり子どもの頃ってなかったので。 そこがあるかないかっていうのはすごくこう人生で大きなあのまあ選択肢としてね選べる選択肢がめちゃくちゃ減るんですよお金がないだけでなのであの私は自分がお金がなくて自力でそれをつかみ取りながら生きてきたのでまあ ね、今、皆さんがどういう環境でそうなってるのかわからないけれども例えば、私よりお金があっていい環境の方だったら多分、そのリソースを使ってもっとうまく私より時間短く多分いけるはずなんですよ。でやってもいいと思うし私と同じように家庭環境が悪かったりいろんな環境が悪かったとしてもはいや上がればこうなれますよっていう。 その合点形なところをね、お見せして皆さんの勇気とエールを送ることができればいいなと思って。今回お話をしていきたいと思います。さて、ではね、お話をしていきましょう。えー、っと、私の今の状態を見てると、あの、多分ですね。すべて願ったことが叶っているように見えていると思うんですよ。まあ、その、それは間違っていません。やりたいといえば、本を出すって言えば。 本の出版もしてで、年に2冊出したいって言えば年に2冊出してきて、まあ、今度8冊目が決まってる状態なんですけれどもでサックスやったことがなくてもやりたいって言えば老けるようになるしライブツアーをプロを後ろに抱えて <laughs> やりたいって言えばやれるしとか家全面改装したいって言えば家の全面改装もできるし。 行行行きききたたいい場所ににととえば、行くことが今できる状態になってます。私がねで。これは自慢をしたくて言ってるんじゃなくて誰にでもそういうことは本来できるものなんだよっていうことで私がどういう思考でそう生きてきてるかっていうことを、まあ、分かっていただければいいよねって思ってるんですよ。で私のもう人生のテーマミッションに近い人生のテーマはとにかく自由なんですよ。 自由もう自由を手に入れたくってずっとずっとずっともがいてもがいてもがいて生きてきたんですよ。なぜならば自由がなかかったからです家,家もねめちゃくちゃ貧しくってあの自分の部屋なんて当然持てなくてで自分の時間も持てなくてお金もなくて食べるものですら困窮するようなそんな貧しい家でとにかく不自由だったんですよ。 みんなが、おそらく小学生が普通に手に入れていることができたであろう生活のほぼ私手に入れることができてないんですよ。みんなと遊ぶって言ってもお金がなければいわゆるねそういうちょっとしたファミレス的なとこ行ってデザート一緒に食べてしゃべろうよっていうこともできないんですよ。だから図書館に行って本読んでたりしてたんです。だって図書館お金かからないじゃないですか。早いうちにバイトもしないと えー、学習教材とかですね教科書だけではやはり難しいんですよ学ぶのもその学習教材もお小遣いが月1000円とかレベルだと買えないんですよねだから足りない分とかもアルバイトとかね時給515円とかのアルバイトとかしてアルバイトの時給なんてほとんど私の場合教材費か講習費に大体変わっていっちゃったんですよ もうとにかくお金を稼げば全部勉強のために使ってたので、ほとんど遊びっぽい遊びにはお金使えなかったですね、私の場合には。うん。優先事項があの賢くなることだったから。<laughs> あのー、多分大人になって頭が悪いとお金が稼げないって思ってたんですよ。私は早くお金を稼ぐ知識と技能を手に入れて、早くお金を稼いで、早く家から出たくって、 で早く自力で稼げるようになりたかったんですよね。それが自由への近道だというふうに思ってたからです。もう本当に嫌になるほど自由がない家で、で当然お金もなかったんでね。弟の面倒も見てたから、5歳下の弟の面倒も、5歳下のだけで面倒を見てたわけですよ。7歳とか、で2歳とか。でみんなとも別に遊べるお金もなく、図書館で勉強し、 そしてて。弟の面倒を見るってこれって私の中では子供らしい子供の青春青い春と書く青春を過ごせないまあめちゃんこ暗いような状況でしたよねでも私は人生に諦めは持たなかったし何しろまだ子供なんでどうにかすればこの状況は変えられる、まあ、とにかくお金 <laughs> お金が欲しいって思いました普通にね なので、まあ、そういう環境からね私、育っていたのであの、まあ、ついですね先日は価格感情価格術っていう価格のマインドブロックを外すっていう方,方法を、ね、書いた本書いてますけどあのマインドブロックないのはいや稼ぎたかったからです。最初からあのお金をしっかりいただくっていうのが私の中ではあの嫌みなくですよ。ちゃんと ちゃんと対価としてお金をいただくっていうことが当たり前だったのでマインドブロックとかかけてる場合じゃないんですよお金ちゃんといただきたいっていうのがあったんでそういう風にしてたから営業職っていうのがね非常に向いていたんだと思いますなので人生の大きなテーマは自由だから会社名の事業にすべて L っていう字が入ってますリ,リバティですねリバティの L ですリブラクリエーションの L ですね自由がテーマなんです も、えー、う一つ言うと母ですね、母がいろんな事情があるにしても、ですよあのそんだけ貧しい人生になってしまったのは、やっぱりそういう父と、まあ、恋愛結婚ではない、いわゆる昔に多かった、まあね、あるじゃないですか、お見合いでなんか断れないみたいな感じとかで、そういうケースで結婚をして不幸になった感じ。 ですかね、はい、だから父と結婚したことによって母はめちゃくちゃ働くことになったしまあそんな母の姿をね見ていたから私も働くことに抵抗はなかったしで弟の面倒も見るしっていうこともねやって当たり前のようにやっていたから本当にね青春過ごせなかったな。<laughs> <laughs> と思いますね、はい、だからといって別にグレることもなくグれるってグレることができるのって暇だなと思うんですよ私はとにかく生きるのが必死だったであのでやっぱりご飯とか環境が整いすぎているとサバイバルな生活にならないじゃないですかだからそういうこともできるんだろうなっていうイメージでしたね私はとにかく生きるのに必死だったんですよね なので、一番欲しかったのは自由で、かつ自分で選択できる人生ですね、それが一番欲しかった、子供って難しいんですよ、稼げないから、自分で選択できない、これ一番もどかしかったですね、自分で自分の人生選びたいと思ってました、だからお金に支配されない、お金によって人生を諦めるとか、嫌だったんですよ、だからマインドブロックないんです、お金に対して。 受け取れないとかっていうのは多分、まあ、ちょっと厳しいこと言うと、そんなことをしなくても大丈夫な環境で生きてる人だからと思います。私は受け取れるお金は全部受け取りたかったです。はい。あの、主戦度っていうことじゃないですけどね。うん。受け取れないくっても食べていける幸せな状態である人はお金を受け取れないっていう素敵な選択肢を取ることはできるんですけど、私はしっかり受け取りたい人だった。 それがねやっぱりマインドブロックがあるかないかのところでの大きな違いだと思うんです。だからといって、さらに言うとお金は手段であって目的ではないので私の目的は自由に人生を自分で好きなようにクリエイトするつまりやりたいことをやり会いたい人に会い行きたい場所に行くそして幸せにしたい人を幸せにするっていうためにお金を使うのでお金を稼ぐけど執着はそこまでないんですよね。 それが私の人生の,あの一つの大きなミッションなんですよで同時に母のようなタイプの女性を作りたくないっていうふうに思いました母のようなタイプというのは一言で言うとうちの母はめちゃくちゃ仕事はできる人でしためちゃくちゃ仕事はできる人だったと思います学歴はないけれども頭は良かったと思います まあただ、お見合い結婚的な部分の,その親戚とかの対面とかいろいろ家の関係とかがあって父と結婚をするっていうことになってしまったが故にまあ3つ仕事を掛け持ちしながら私たちを育てることになりかつ別れたいと思ってもまあこれが一番重要なんですけど別れたいと思ってもお金がないから離婚ができなかったんですよ、まあ、できなかったって本人言ってますけどね。 私、そうやって高校生でも稼ごうと思って頑張ってやってたから、まあ本気で家出てくれれば、私もっと稼いで支えるつもりだったんですけどね。あの、弟がやっぱりいたんで、二人分っていうのを考えると、一番ピークで家を出なくちゃいけないっていう時に家を出れなかったんですよね、母は。うん。だから、やっぱ選択ができなかったんですよね、母もね。 そもそもそういう人と結婚しちゃいけないっていうのがまずありますだから私の人生観の中で反面教師でよかったのは絶対に父親のような人間とは結婚しないしなんなら一生一人でいいと思ってました、うん、結婚って全然夢も見ないしあのなんかいいものなんてこれっぽっちも思わなかったしで母がそうやって離婚できない離婚したい時にできなかったのは子供がいたせいだと思いましたからね私たちがいたせいで。 母は自分の人生が生きられないとか思ったから、まあ、子供がいるとそういう大事な瞬間に好きな人生の選択すらできないんだって私は思ったので子供を産まない人生をそもそも選んでますもう高校生ぐらいの時に子供いらないって思いました子供は人生の足かせになるってそういう歪んだ考えを持ってたんです 今お子さんをすごくいい状態で育てている人はすごくそれは幸せなことでお子さんにとっても幸せなことなんでぜひそれは続けてくださいで。私は私がいたがために母は離婚できなかったっていう,ふうに私はその時思っちゃったんでまず自分の人生においては子供はいらないっていう人生を決めました、その時に、ね。ということは子供とか言わない人と結婚しようって思ったんです。 で父親が堕落というか自堕落な人だったからあのお給料は少なくてもいいからちゃんと真面目に働く人がいいと思いましたですごく気分屋で言葉によって人をめちゃくちゃ傷つける人だったので言葉で人を傷つけなくて思いやりのある人と結婚したいというふうに思いました結婚するんならですよ何な,なら一生1人でいいと思っていたのでだからうちの旦那は真逆な感じ。 の人で束縛もされるの嫌だったんで私束縛もしない人っていう。で料理とかもやらない人だったんで私家を出ることも多かったから料理もやってくれる人っていうねそういう人がいいっていうでそういうちょっとね歪んだ歪んだ人生観と思考が作られたのはやっぱり家庭環境ってね大きいですよね。なのので幼少期の思い出って なんでそういう風になったかって言われると、まあそういう家だったからっていうのを一言で言ってしまえばそうなんですけど、あのー、いい思い出ないですよ。なんかお父さんと何、何こういうところに行ったとか、なんかいつもお金がなくて困ってた記憶しか私ないんですよね。うん、楽しかった記憶ってあんまなくって、とにかく抜け出すために <laughs>、必死になんかね、もがいてたっていう記憶しかないんですよね。小学校も中学校も高校も。 うん、だから、まあ、そ,んなそんな子どっというか同級生って魅力なくないですかなんかね一生懸命勉強してて真面目な感じででも私ってなんかラッキーだったんですけどそんな感じなんですけどねいじめられはしなかったんですよ。ななんんかあの真ん中的な立場にににいて女子のお会にも別に あの中に入ることもなくてもいじめられなかったし、まあ、弟がいたのでね弟の面倒を見てもらうっていう手があったんで男子とも一緒に遊んでても女子にやっかまれることもなかったし男の子とも別に普通に話をできていて中性的で達観したか同級生よりも多分大人びてたんでしょうね、おそらく。なんかかしれーっとたた感じで見てたから で感情の起伏もあんまり、ね、なかったんですよ、物事に対してある意味、いい意味での諦め感があったんでか小さいことで小競り合いしてるの見るとバカバカしいとか思っちゃうんですよ <laughs> だから、そんな感じだったんで逆にいじめられなかったんだと思いますあともう一つ決めてたのが仮に誰かが私にちょっかいを出してきたらですねあのいじめるみたいなことをしてきたらもうね、5倍から10倍返しの決意ですよ。 してみるもんならしてみなさいみたいなあの、売られた喧嘩を100倍にして返すぐらいのイメージをもともと持ってたんです。だからそういうオーラはね、出てたと思います。まあ、あとは当然そうやって勉強もするので、まあまあまあ、もちろん、あのね、成績はいいので、まあ、先生からもちゃんと気に入られていて、まあ、そういう子ってまだ本体いじめられるんですけど、それもなかったですね。だから、あの、 なぜいじめられなかったっていうのを思ったら、やっぱりそうやって心の中に燃える炎を持っていて、それがちゃんとオーラになって外に出てたんだと思うんです。あの、いじめたらどういうことになるかわかってますよね。みたいな、そんな感じですよ。<laughs> そんな子供怖くないですかそんな子ってって、あの、いじめるぐらいだったらなんか弱そうでおどおどしてる子いじめた方が楽ですよね。で、さらに私はいじめられてる子もかばってました。うん。うん。 なんか、おかしいだろうっていうのは、やっぱね、黙ってられないんですよ。おかしいでしょうっていうのは。で、普通はその子をかばうと二人分いじめられるらしいですけど、まあ、今の子たちのいじ陰湿ないじめだったらちょっとまた違ってたんですけど、その当時はそこまで陰湿じゃなかったんで、私がかばえばその子は大丈夫になってました。はい。私に言いに来ることになるので。で、そ,その矢表に立っても、跳ね返すだけの、やっぱり、 パワーがあったんですよそれは多分なんですけどね生きてる人生の重さが違うからなんですよねきっといや私なんか食べるのにも困りながら今こうやって生きてんだけどみたいな <laughs> その重さの違いがチャラチャラ生きてる子たちが私に何か言ったって私は動じないからそういうところからもう人は人私は私っていう 区別と区分けをする人生にもうなっちゃってたんですよ。小学校レベルでですよ。うん。で、将来の夢とかね、あの、まあ、世界中を飛び回りたいっていことで通訳とかなり、なりたいなぁと思ってたんですけど、まあ、早いうちにいろいろ職業のことを調べるんですよ。なかなかお金もかかりそうで大変だみたいな。とにかく、お金がかか、 でなるのって大変だっていうのがもうあってそれだけでねめちゃくちゃ選択肢がねなくなっちゃうんですよお金がかかるっていうだけで子供心に親がどういう状況だったか分かりましたからねおねだり的に何をしたいかにをしたいとかね言えないから、まあ、塾行くのもだいぶその頃から皆さん当たり前になっていてで塾をね行って勉強してテストの点がいい人と私塾行けないけど 自分で家で独学で頑張って勉強する人がなぜ内心の,あの5 4 3 2 1っていうのが同じ土俵で、えー、評価されなくてはいけないんだろうと思ってその頭の良さ的な分ってお親のお金で頭良くなる下駄履かせてもらってるよねっていう不公平犯を、ね、感じてましたよだって5を取れる人って当時のやり方だと全員が5って無理で。 何パーセントか5で何パーセントか1って必ず決まるから親のお金で勉強させてもらって頭が良くなってる人と自力でやってる人がなぜ同じ土俵で争わなくてはいけないんだろうっていう世の中の理不尽さを感じてるのも中学校ぐらいの時でしたね内心点とかってうん私は私のやり方であのいい状態で作っていい感じにするしかなかったですよ基本的には。だけれども あの本当に、えー、その何親のお金でですねなんかだりーなとか言いながら塾とかって言ってる人たち見るといや本当にそのお金私にくれとか思いましたもんね私自分でさらにプラスで勉強したらもっと早く賢くなれるのにって思いました、うん、あのとにかくねお金を稼ぎたかったんですはい。 脱するこ,のこの嫌な生活脱するためにはお金と力と頭が良くないと無理とかって思ってたからとにかく必死に生きた小学生中学生だったんですよだからこれを聞いただけだってちょっと変わってる人生過ごしてるって思ってると思うんですよでその変わってる過ごしてる人生を送ってる根幹にあるのはめちゃくちゃ強いマインドなんですよ折れないマインドです ご飯が食べれなくたって、食べれなくたってっていう言い方変ですけど、まあよくね、お話はしたりするんですけど、卵かけご飯を朝昼晩、7日間とかって、食べたことあります小学生の時に。私が聞いてる限りでは、お母さんがちゃんとご飯作ってくれて、で、さらにそのご飯がなんかいまいちなのを文句言ってみたりとか、したりとか。 まあ,あともうちょっと裕福なご家庭ですとお菓子なんぞあのお母さんと一緒に作ってキャイキャイとかやってる話とか聞いたりしますよお菓子ってお金かかりますよね普通の普通のご飯じゃなくて主食じゃなくて嗜好品だからだから私お菓子をできる人ってお菓子の材料を変えるだけでお金持ちだと思ってましたよ、うん だからお母さんから当然お菓子なんて私習ったこともなかったし、まあ、料理は何か作って出ていってっていうのは温めて食べるっていうことはやってたけどお母さんがどういうふうに作ってるっていうのもあまり見てなかったしでうんとりあえず栄養価的に倒れなければいいやっていう感じなんでだんらんとかね食による喜びなんて家庭でなんか感じたことはなかったですね。 とにかくお腹を満たせればいいっていうそういう貧しい食生活だったんでだから食によってね人が幸せになるとか子供が喜ぶとかそういうためにあの習おうとしてね覚えようとしてるお母さんたちとか私は料理の先生が多いのでねそれを聞くとすごいなーっていうふうにあの思ったりとかしてました。 でも母がどういう姿で私を必死に育ててくれていたかっていうのもちゃんと子ども心だけど見てたし父がどんだけ堕落をしてそんな母にしかも言葉で攻撃をしてで私たちにも説教をして10時間とかね正座させられて何でこんなに喋ることがあるのか全然わかんないとか思いながら理不尽なことって私が大綺麗いな理由っていうのはそういう理不尽な父に無理やりその。 父親という肩書きにおいて正座させられなんだかよくわかんないことを説教10時間、まあ、自分の鬱憤を晴らしたかったんでしょうねでそういう父を心から軽蔑していたしめちゃくちゃしれっとした顔で私父を見てましたからねで口答えすると10倍になって帰ってくるから説教タイムが長くなるのめんどくさいから私は黙って聞き過ごすっていう。 そういうその負のオーラをまとった攻撃的な言葉を聞き流すっていう生存能力がもう高校生でついてたんですよね。だからそういう意味であのそういう人生を送ってたわけなんですよそんな感じだったんであの私母の姿を見てたのでそのね なんでこんな自分は不幸なんだとか、まあ、そ,そんなことは思ってなかったですとにかくそのやっぱり背中を見せ続けてくれた必死に生きるっていう母が私のその人生的な指針になるっていうかあの、まあ、子供をね守るためっていうのはあったんでしょうけれども、まあ、そういう感じもありましたね。だから特にまあその 小学生とかね幼少期の頃だから食にもともとコンプレックスがあったんですよな,なのにパン教室やったりとか料理も教えたりとかしたんですけどねでも別に心底好きだったわけじゃないので仕事上あのやるって決めたら私は何でもやれるので仕事上ですよ覚えることを覚えてだからあの余計に好きなことでその食のことを仕事にしたい人はちゃんとそういうふうにうまくいって あの生徒さんもね幸せになったらいいなと思っていて私は自分の教室はマーケティング的にうまくいかせることができているので心の底からファンを愛してたとかっていうことではなかったんですだけれどもあの皆さんが習いたいこととか喜ぶこととかはマーケティング的にやればあの喜ぶことはねあの提供できるのでそれでうまくいってたっていうだけなので逆にその思考を えー、やりたい人たちのためにお客さんの目線で見ようねっていうのは言えるのは自分がそ,のそこまで得意じゃない領域であのちゃんと教室回して満席にしてっていうのをやってたから,から苦手を頑張るとそれが得意,得意とは言わないですけれどももっと得意なことは全然あるのに苦手をチャレンジしてもできるっていうのはそういうふうにやるって決めれば全てできるっていうのも自分の自信には なったのは間違いないですで高校生の時とかも学費も当然なかったので公立だったんですけれども公立の、えー、と足長育英会とかですかねああいうのに市と都と両方応募してそれはだからやっぱりね成績良くないとお金もらえないんですよだからそういう意味では成績はある程度確保しといてよかったって思いましたけどねそういうなんか奨学金系のってやっぱり あの、勉強はできて、ちゃんとできるいい子なんだけど、お金ないですよねを救うためのものが多いじゃないですか、当たり前だけど。だから、やっぱね、成績は良くないとダメだったんですよ。で、それで、まず、あの、昇格金をもらう、で、それが結婚をした時にでも払っていかなくちゃいけないかもしれないよと言われつつ、いや、そんなことより今お金が欲しいんだと思ってね。 いくらだったかな ?30 万円、30万円だったかなもらったの。いまいち覚えてないんですけどね。10年かかって無理しで返していくっていう足長育英会だったと思いますけどね。そんなのを応募していただいた。でそれでまあ高校の学費はどうにかなったんですよ。で、当然部活とかはお金かかるんですよ。何を選んでも。テニスだろうが、吹奏楽だろうが、何だろうが。 だから、まあ、この動画ねお子さんとかは見てないと思うんだけれども、まあ、そういうね娘ちゃんとか息子ちゃんとかでそういう部活でねなんか買いたいものがあった時にこれ買いたい、あれ買いたいって部活で必要みたいなのがポンポン親から出てくるような状況だったとしたらまあ何しろ部活でか普通にその道具を買えるお金をもらえてるっていうことに感謝しながら部活してほしいわって思ったりします。 はい。あの、買えないですよ。お金がないと。その、どこの部活によるかによって、お金全然違うじゃないですか。で、私は、あの、その先のね、将来のこととかもあるから、高校の時にね、新学校行きましたよ。で、その時に挫折も味わったんです。中学校で、ね、学年で一番、二番、三番だって、その、地域の中学ですよ。で、高校で、やっぱり地域の、そう、公立でね、 あの頭のいい人が集まってきて凝縮しているようなところになっちゃうとですね、あのー、どんなに頑張ってもやっぱり自力で勉強って限界があってあ大体真ん中ぐらいになっちゃうんですよ200人ぐらいいると初めての挫折を感じましたね高校の時にいや頑張っても頑張ってもこんなに頭のいい人がゴロゴロいるんだってでこれが社会に出たらもっと頭のいい人山ほどいるじゃないですか。 だから私その時に分かったのが同じ土俵で戦ってはいけないっていうのが分かったんですよ。あのよくほらあるじゃないですか。えっ、ー、と電気とかなんかそういう偉い人、うんと松下幸之助さんみたいな人もね中卒でとかっていうそういうなんか学歴ないけど詳細がある人っているじゃないですか。だからそういうことなんですよ。あの頭が良くても商売の才能ない人って山ほどいてで 頭があたうん、ち,ちょっと違うのか勉強ができてもって言えばいいのか試験勉強は得意でも商売の才能がない人っていると思って,てであのて自力で何かを生み出すとか考え出す力がある人って商売とかの才能とかもちゃんとあってしかも人に喜ばれながらお金をいただくっていう商売の才能に長けてる人っているじゃないですか。 私はそういう人になりたいと思ったんですよ。もう学歴でで、ね、勝負すするの難しいなと思ったんです、まあ、あの私の隣に座ってた男子学生がチャラチャラした格好であのひょーっとした雰囲気でノートも全く取らないのに試験とかになるとめちゃくちゃめちゃくちゃいい,い,いんですよ成績が。 本当に世の中ってこう聞いただけで全部できちゃう人っているんだなっていうのを目の当たりにした時に同じ領域で比べてしまってはいけないっていうのをね思って私はあの特殊な立ち位置に立つだから人と同じことをしない非常識っていう感覚常識じゃないところみんながこうだよねっていうところと逆行くとか一人で目立てる場所を選んでいくので。 埋もれないいっていうことが結構大事だと思ってたんですその頃から、うん、だからあの自分の夢に正直に生きるそして自分の人生は自分の手でつかみ取るっていう思考がで出てきたのはその高校であのどんなに頑張っても中くらいの成績にしかならないっていうことは分かったプチ挫折を味わえたっていうのが結構いい経験だったんですよね。 でその後です旅行会社に入りたい旅行でツアーコンになりたいって言ったら早道選ぶ方がよくてで当時、その私のそれこそ高校はね皆さんお勉強ができる方だったんで六大学とかも推薦で入れちゃうような全員じゃないですよ推薦で入れちゃうのは学校だったんですよ。なので専門学校っていう名前ってめちゃくちゃ地位が低くて学歴上的には。 普通に大学の名前がつくっていうのがかっこいいみたいな、まあ、そういう状態の時代だったんですよ。でも私は旅行会社に勤めたくってせいぜいそれが夢を叶えることになるっていうことだったからそういうことはその直結するもう専門学校でいいと思って当時旅行の専門学校ってあってでそこで100%就職率って書いてあったから。 じゃあ、その旅行のね、専門学校に行って、いい成績をとって、いい推薦をもらって、いい大手旅行会社に行こう。当時、すごい人気職業だったんです。旅行業界って。今はそうでもないんですけどね。まあ、昔のいわゆるスチュワーデスさんとかですね、あの、航空会社になってパイロットになるとかそ、そういう雰囲気に準ずるものが旅行会社にあったんですよ。で、あ、じゃあそのね、早い道がいいと思って。 まあ、ところがですよ、これがまたお金が大変。お金が大変。<laughs> あのー、専門学校のね、費用が200万ですよ。200万。当然うちにはお金がなくって。で、父親がなんかあの、自分が借り入れて用意するって言って、まあ、信じてないんですけど、まあでも私は私で保険をかけておいて。 入学金支払う時までにお金用意できなかったら新聞小学生になるって言って面,面接ももう終わってたんですよね日経の新聞小学生は2年間勤め上げて150万もらえる感じだったんですでその専門学校は割と偏差値がそこまで高くなかったんですよだから、えー、と頑張れば上位の方にいられるなと思ってでえー、と有,有,有,有料な学生 は特待生としててて万万円円渡すすって言っ言これででじゃないですかだからもう選択肢がなかったんですよ、できるかできないかじゃなくってもうやりたいからやるしかないっていう人生をいつも私、選んできてるんですよ、しかも200万円、えーまあ、新聞小学生はやれば150万でも2年間勤め上げないといけないんですからね、でやるで、えー、っと50万円そちらを、ね、補填するみたいな。 形で。これ、プランとしてめちゃくちゃ危ういプランですよ。だって、特待生になれなかったら50万足んないんですよ。<laughs> 50万どうにかするんですけどね。その時には、多分なんかもう一個バイトしてやるかって思ってましたよ。その当時ね。でも、その50万絶対に取るって決めて、結果としては取れてるんですけれども、もうそういう時代からも、先に <laughs> 欲しい未来を決めて、必要なものは、そこにチャレンジをする。 だだけっったんですよ私の人生ってそんなのできなさそうとか最初っから思ったこともないしやりたかったらやるしかないっていう人生をいつでも選んできてるので,でそれを全部叶えてるんですよ。でちなみに人生の中で体力的にも精神的にも一番きつかったのはその専門学校の新聞配達にいながらやった時です。 きついですよ。朝配達して、夕刊も配達して、その中で学校の宿題こなして学校にも行って、宿題もやって、貧困法制、学歴優秀じゃないと特待生もらえないですから。新聞小学生でそれができる人なんていないんですよ。かつて。新聞小学生はみんな配達で忙しくって宿題もやらなくて、脱落して学校に来なくなるっていうのが普通なんです。って言ってました。学校の人が。その状態で特待生取るっていうのは、もう、 もうね、快挙っていうか、ないって言ってましたね、多分後にも先にも私だけなんじゃないかな、その時、うん、でしかも、ね、国家資格的なものもちゃんと取って、8個資格取りました、その時に。に。それができたのは、高校生の時に、自力で勉強するやり方を覚えてたからです、多分だから私はいつも学びに飢えていて、いつも学びのためのお金を作るために必死に必死に働いて、自力でお金を作り出してた人でした。 はい、で結果として、あのーそのね、お金は作ることができたんですけれどもその途中でもまたドラマっていうかねあの私をさらにマインドを強くする出来事とかがあってその新聞小学生をしていて下宿なんですよで風呂なし共同トイレ、えー、シャワーコインシャワーでシャワービルか銭湯に行くか空いてればね 1000といくと308円かなんか蚊があるんでお金なくなっていっちゃうのでねお給料的なものはもらいましたけど結構なくなっていっちゃうんですよでそこの中で宿題をね頑張ってやってる時にまああのー、そういうボールアパートですから多分月2万円とかそれぐらいかな3万円かなうんそれぐらいのねあの家賃のところ うん、で暮らしててで宿題やっててである時に多分寝ちゃったんですよ寝落ちしてであのこんな簡単なモノロック式ですよピチって押して鍵を閉めるこんなガチャガチャっていう鍵じゃなくてですねで多分まあ簡単にだから入れたんですよねで隣に住んでいた中国の中国の留学生の精神異常の人ですそれは後で分かったんですけど部屋に入ってきていて。 金品を取ろうと思ったのか、最初から私何かいたずらをしようとしたのか、わかりませんけれども。とにかく、人の気配を感じたんですよ。寝ててもね、寝落ちしてても。で、目を開けたら、もう目の前に男の人の顔があるんですよ。怖くないですか私一瞬夢かと思いましたけどね。で、声を、 で出そうとしたらその私の顔を見てびっくりして相手の人がめちゃくちゃすごい力で首絞めにかかってこられて苦しくなって一瞬気を失いそうになってやばいと思ったんですよこんなところで私人生終わったら私の人生かわいそうすぎるって思って応戦するという決意をそのコンマ何秒でしてどこに包丁があるこれって正当防衛だよねとか。ってていうのを考えながら暴れてけ やって急所にあたりそしてて逃げてったんですその人が。で足音をずっと聞いていて近くだ隣だって思ってですぐに警察に電話をしてで来てもらってまあその人が捕まってでその時にまあ結果ねその。 精神異常だったっていうのが鑑定で分かって示談で終わるっていうことでね、まあ、その事件は終わったんですけど私帰る場所ないのでそこで住むしかないからそんなことがあったって住み続けたしでこの時にもう決定的に父親とあの離別することになることになったのが私そんな目にも合っているのに私のところに駆けつけて父が最初に言った言葉が殺人未遂は 自断金がすごく取れるらしいぞと自分の中、仕事仲間が言っていたと。200万、300万は取れるはずだからみたいな。最初に言った時にもうこの人とは絶対に縁を切るって私決めたんですよ。こんな、こんな人間ってもう世の中で一番 嫌いいぐらいの感じあ今こうやって喋ってるからこんな感じですけれども普段は全く忘れてるもうあの一番の復讐って忘れることだと思ってるので気にも留めないって記憶抹消みたいな感じなんですけどその時にめちゃくちゃもう血が煮えたぎるほど私の心配よりお金かよみたいなもうそこですごいもうこの人ってって思ったのが一個ですねあともう一個は あの私がそんな思いまでしてようやっと50万円のね奨学金学校からの特待生でそれあの2年間終わって退店する時に足りなかった分を日経に渡さないといけないんですよ150万までしかもらえないから。 それのお金が入金されたっていうのをどうやら母から聞いたらしくって、まあ、母も余計なことを言う必要ない特待生取れたっていうのがイコールそれだみたいなでしかもそれがプールされてるお金だっていうのをどうやら知っていてでそれをなんか事業がねうまくいってないからで銀行からの督促とかがものすごい来てたからでそれを譲ってくれないかみたいな感じで貸してくれないかか。 絶対に嫌だとか思ってその50万なかったら最後やめられないですからね無理とか思って絶対になくすし貸すなんて言葉信用今までの言動から信用できるはずがないとか言って言って私はもう絶対に貸さないし渡さないって言ってでもそれ,それが多分最後かな話をしたのは二度とこの人とは口をきかないって思ってうんやって私がこんなにこんなに 苦労してて生きてるのにそのお金を自分が怠慢をして作った事業の借金でなんか社長は大変だとかなんやかんやとか言って,言ってたけどだから自営業の社長ってそこまで大変かっていうのを証明したくってっていうのもあったかもしれないですよその自営業の社長って大変じゃないじゃんみたいなだから私その父親が嫌いすぎて仕事をめちゃくちゃ頑張ったし お金を作るっていうことと、あと社長になって社長ってどんだけ大変なのかを知りそしてどんだけ楽に頑張ればいいのかっていうことをまあ父親の復讐に近い状態ですね私がいい感じの人生を送るっていうことはだからそういう負の原動力がもともとあったからあの全部夢も叶えるしで殺されそうになったから命の期限がついたって っていうことですねあれで私が諦めてたら死んでたはずなのでそういう意味でも命の起源っていうのは自分がまっとに生きてたって誰かによって収支票を打たれるっていうことも理解できたからだから、一日一日精一杯やりたいことはやる人の目は気にしない自分が思ったことを思ったようにやるだっていつ死ぬか分かんないからっていうのを18で理解できちゃったんですよ。あとお金 父親のお金に対する執着と汚さ。だから私はお金を稼ぐけど執着をしないのは父がお金に執着するタイプの人だったから真逆の人生を生きたいと思ったのでね。そういう感じだったんです。で、子供を産まない選択肢をしたのも母が離婚をすればいいのにできなかったから。で、さらに言うと私は 父の暴力によって、まあ、母から生まれてしまった子なのでそういう子のために離婚をできないっていうのは不憫すぎるよねっていう女の人の地位の低さと弱さと残念さですね。経済力がないっていうのはこんなにも残念なことなのかと好きな人生も送れないのかと私はもうだから、自分の人生はもう精一杯生ききるでまずは生ききる。 好きなようにする。人の目は気にしない。人に言われたことも気にしない。なぜならば、言ってくる人は私の人生を助けてくれないからです。そんな人の意見聞いててどうすんだっていうのが私の根底にあります。言って助けてくれるんなら聞いたりしますよ。言うだけじゃないですか、外野なんて。だから、やらない。そんなの耳を貸さないし。うん もちろん助言をしてくれる人とかねそういう人とは仲良くもやっていくしあのしっかりそこは聞きながらやっていくっていう、まあ、そういう感じでね会社員もやってたからやりたいようにやるし好きな人生を生きるって決めてただしプロフェッショナルになるどの業界でもきっちりやって一定の成果をきっちり残すっていうのは目標にやってたんで、まあ、それをやっちゃうとだだからいたい管理職とか上の方になっちゃうので。 そうすると会社に取り込まれてしまって部品のようになってしまう人生嫌だなと思ったので私は自由が好きなので縛られたくないしって思うと転職をするだから01が得意だったのはやりたいことを見つけたらそっちに行ってまた頑張って、えー、だんだん誰でもできるようになるように、えー、マニュアルとかを作ると私いらないよねっていうことになるのでまた次に行くっていう、まあ、そういう人生でやっていたのでもともと01が得意だった。 のは、起業するときに非常にいい方に向いたんです。だから、あの、人生観も仕事観も、そういったこう、やりきるやり抜く力っていうのも、全部、反面教師の父がいたからっていう意味はすごくありましたね。あともう一個言うと、えっと、実は、 えっと、新聞小学生でやって体壊しました、途中でね。そうすると、一旦家に帰らなくちゃいけない時期が数ヶ月あった時にですね、あの、お金も作んなきゃいけなくて、やっぱ50万足りなかったんで。で、その時に、私、えっ、ー、と、スナックとか、ハブとか、 なんかね夜のお仕事もやったんですよね、アルバイトで、まあ、母には内緒だったけど多分分かってたんだと思いますよね、あと当時は宴会も多かったからパーティーコンパニオンもやったかな、うん、でその時にあに夜の仕事も大変だなっていうのを思いました、私はそこにあの長くいるっていうことはしないでか,かっちりお金稼いだらあのもうやめるっていうことでやってたけれども、まあ、お酒を、ね、どういうタイミングで出してとか。 あとその人がご指名の人が来るまでのヘルプで横につくだけみたいな形そうするとここでねどんな力を身につけたかっていうと,、えー、とどんな人でも初対面の人とでもその人が何を望むかに合わせて話を合わせそして出しゃばらない <laughs> 本当のメインの人が来た時に気持ちよくつないでさようならするっていう超,超ヘルパーな感じで。だから瞬時にね あのどういう会話をしてやればこの人喜んで気持ちいい状態になるかなってあともう一つ大事なのは指名されないことです指名されちゃうといろいろとお付き合いが面倒じゃないですかその最初とか最後とかねあのえっ、ー、となんていうんだっけビフォーアフターじゃなくてなんだっけアフターっていうのは終わってから行くし前に同伴か同伴で行ってそのままお店に連れてきてみたいなことをやるっていうのを やっっててっててていいうのがんくさかったんでとにかく指名されないようにかつその座った数分間だけいい印象を残し <laughs> そして去っていくみたいな、うん、ことを繰り返していて瞬時に人とね話し合わせるのがその経験により上手になりましたいやーあの仕事本当大変だなと思いました気を使うしね だから私は無理だよねって思ったけど、まあ、営業職とか接客業に通じる経験をさせてもらったのが、まあ、半年ぐらいかなのところでやりましたね、はい。それも人生的にはいい経験だったっていうのもありますだからアルバイトもめちゃくちゃいろんなことやってるし、あのー、もちろん普通のウェイトレスみたいな、ね、ものとか事務作業的な右から左へ物を移すとかっていうのも。 やっていたりとかまあとにかくね稼いでね生きていくために必死だったんですよ何もなかったからねなのであのー、そ,そういう風にしてるから何でもトライをするし躊躇しないし何でもやりきるし命の期限があるからだから自然とそういう期限もあるやりたいことをやる 全力投球するってやってると全部プロフェッショナルになっちゃって今の高橋拓子が出来上がっていくんですよだから夢は叶うか叶わないかが分かったらやるとか言ってる状態なんてなかったんですよ私はやりたいっていうものに向かってただひたすらまっすぐに突き進むしか私には選択肢がなかったんですそうでないと生きてるっていう実感もなかったし 何のために人生生きてんの今生きてんのって言ったら、私がこの世でなすべきことをするために生きてるんですよ。自分が楽しいのが第一優先です。で、その楽しさによって豊かさを作り、そのお金を分配したり、知恵を分配したり、特に私五十代、もうすぐ折り返し時点で六十代に向かっていくっていうことは、 今の時点っていうのはもう若い世代にどんどん培ってた知識とか考え方を伝えてその人たちの知恵になる状態の人っていうふうに私はなっていくからだから本もいっぱい書いてますでいっぱいセミナーもやってますそれによって触発された人が人生変われば最高じゃないですかそうしたら母みたいに、えー、例えばうっかりねちょっと残念な人ないしは途中で性格が変わっちゃって残念な 男の人になっちゃって、いくら話し合ってもどうにもならないっていう時には、簡単に家を出ることができる選択肢が取れるんですよ。お金さえあれば。だから私はそういう意味でも不幸な人を増やさないっていうことを思って、離婚したい人がね、多いですよ。あの、旦那さん、<laughs> 大丈夫。<laughs> 女の人、嘘つくのうまいですよ。離婚したいから起業の勉強をするっていう人もいるし、 もうしちゃったから排水の陣で子供たち食べさせなくちゃいけないから頑張る人もいます自分で稼ぐ方法でやる場合もいいしあと、財力がある男の人にくっついてお金をもらうというやり方もありです私はどっちでもいいと思っていてでも私は他人に依存した形で人生の主導権を渡したくなかったので いつでも自分が自分の人生の舵を切りたいから、男の人がお金を持ってる人と結婚したところで、その人のお金が永遠に続くっていう保証はないわけじゃないですか。それだったら、あってもいいけど、たまたま好きになった人がお金持ちだったらそれでいいけれども、自力で好きなようにコントロールしてお金をいくらでも生み出せる知恵とバイタリティと、まあ、その内容がある方がよっぽどいいよねって。 持っているののが私の基本的な思想ですなのであのなぜ高橋孝子はそうなんだ小さい頃からそうだったんですかと言われたらそうですって答えますそういう人生を送ってますだから子供らしい人生が送れなかった学生らしいキャンパスライフも送れなかったっていうのはまあ若干残念ではありますけれどもね でも本気で学生になりたかったら別に70歳になって大学入ったらいいじゃないですかでその時に大学生たちとね楽しくやってもいいなと思うしだから今まあの目下のところはまず教室業の先生でうん自分の夢とかね子どもたちのためもそうだし家庭のところも支えるためにっていうのもあってそのために稼ぎたいっていう人第一優先で私はまず。 あの教えていきたいし人生を変えるっていう覚悟ができている人はねだからなんかちょろっとですねなんか稼げたらいいなっていう人はちょっと私が教えるには向かない感じですかねあのしっかりそれによって自分の人生確立してうん ななんならね私、離婚も別にどうってことないと思っていて母みたいな人は5年,5年も待たずに離婚すればよかったに言ってるから子供も不幸ですよそこに一緒にいてそんな父と一緒にいるなんて私は家をとにかかく出たかったっ、うん、だからあの子供のためとか言いながら本当は自分が自信がないから出れないだけじゃないですかっていうちょっと辛辣な言葉も言ってみたくなりますね。 自分がそんな父といるのが嫌だったから、あのとき出てほしかったです、母には、家をね。だから、まあ、そういうお金的なね、あの不自由が、イコール人生の選択肢を減らしてしまうっていうのを身にしみるほど感じていて、だからお子さんもかわいそうですよ、そういう状態だったりするとね。 まあ,あとは、これ旦,旦那さん的な人が聞いてるか聞いてないか知らないですけど、あのー、そういう奥さんを作らないように子供もそういうふうにしないように優しく楽しく家庭をちゃんと作ってあげてください私はそういう人生を自分で選択をしたのでとにかく子供はいらない、うん、と思いました。私は自由に生きたい 残りの半生は好きなように生きたいそういう意味ではわがままで勝手なんですよ、うん、でその分子供を持ってるお母さんとか、えー、子供も可愛いしそ,そ,それを、ねあのー、喜ばせてあげたいとかっていうお母さんを支援することであの子供を産まなかった、えー、ことに対しての罪滅ぼしをしているっていう感じかもしれませんけどねでも私は私の人生楽しく生きてるんで まあこれはこれで母にとってはいいことだったんじゃないのかなというふうに思っています。でちょっとね長くなっちゃったんですけれども、うん、あのなぜね私の夢が必ず叶うのかって言ったらもうその夢を絶対に叶えるって決めているし叶えるって決めた瞬間に動き始めた時にはもう夢ってほぼ叶ってるのと一緒。 未来が今になるっていう感覚なんですよ。私の時系列的には。それこそ口に出して言った瞬間にもうかなってる感じなので、躊躇したり、あこれはうまくいくかなとかね、ないんです。もううまくいくのが分かってるっていう状態で突き進むだけなので、おそらくなんですけど、一旦そういうのをね、やってみたい人は、まず自分の言葉に、 重さを乗せて喋ってみる言ってみるっていうことをしてみてでひたすらそれに向けて進んでみると私みたいに次々にかなってきますよすべてのことがすべてですはいかなってない人は自分を信じき入れてないっていうケースが1個あとは その信じきれた目標の大きさに対しての細分化した目標が作れてないケースがあるっていうのが一個。まあ、あとはもう一つは非常識ですね。常識の中でしか考えられていなくって、その中でちん,ちんまりと行動しちゃってる。もっと大きく大胆に行動すればできちゃうことって多いはずなのにって思っています。でね。 この話、まあ、ここまで来てるってことは割と最後の方まで聞いてくださる方なんだけれどもここまで聞いてもいや、それでも高橋さんはそうだったからとかね私は違うとかっていうふうにここまで話を聞いても思うんだったらもうね、あなたの人生そこまでですよ <laughs> こんな話を聞いても私でも私は違うって言い切るんなら そうじゃない人生を選ぶとあなたはもう頭で思ったことになってるから叶いませんよ。<laughs> そういう人生を自分で決めてるんだから、だから今があるんですよ。それははっきり言います。今自分が夢が叶えられてない状態にあるのは過去の自分がそう決断してそういう方向の道を選んだからんだっていう自分の思想に対して責任を持ちましょう。うん、だから夢を叶えるのってか、 簡単なんです、基本的には。まず思い口に出して言うそしてそこに向かってただひたすら走るだけで私の壮大な夢っていうのはもしかしたら生きてる間にかなわないかもしれないけれども私は叶えるために向かっている前に向かって倒れて死ぬ分には本物なんですうまくいって叶っちゃえばそれでいいと思ってます期限は諦めなければ必ず叶うので期限が来るとしたら 寿命ですよそれまでを精一杯生きれば私はそれで満足だったというふうにきっと言えるかなっていうふうに思ってます。はい、ということで随分長い独白になってしまいましたけれどもあの何かしら思うところがあった方はきっと最後まで見ていただいて途中でこんな話聞きたくないよって思った方は多分離脱してるんで見てないんだと思います。 なので、最後までね、たどり着いてくれたあなたはきっと私の思想に触れるタイミング、そしてそういう機会だったんだと思って、ぜひこれをチャンスにですね、いきなり大掛かりに変わる必要はありません。まず、小さいところで変わることがあるとすると、まず夢と希望を持つことです。そして、それを誰かに言って、いいねって言ってもらえるっていうこと。 がまず1つ、まあ言ってもらえなかったらね別に私にコメントくれていいねって言ってあげます <laughs> その夢を叶えられるか叶えられないかなんて誰にもわからないことで私は基本どんな人でも叶える力があると思ってるし私が特殊な人間だったわけではなく私は絶対に諦めなかったそれに向かってひたすら努力をしたただそれだけの人間ですはい。 それだけなんですよ。だからね、あの皆さんもできますよ。私の何十分の一ぐらいは。<laughs> まずはね。でそれが一個できたらね、何十分の一が二になって三になってって積み重ねて、まあ、私が死んでいなくなった後にでもそれが全部叶うならそれはそれでいいじゃないですか。だから私はちょっと来年あたりからですね、 その学生で、苦学生ですね、お金がないがために勉強ができない、特に独立自衛でね、あの事業を起こしてみたいっていう人のための、なんかそういうフリー,フリースクールじゃないけど、なんかそういうね、お金はないけど、もうがっつり学んで、家計を支えたいとか、自分の夢を叶えたいっていう、うん、高校は無理だな、大学、専門学校ぐらいの人々。 になんかそういうねお話をしていくようなグループとかそういう場を作ろうかなっていうのは実はちょっと思っていて昔の私が見つけていたら絶対に聞きたかったっていう話をお伝えできるといいなというふうに思っていますはい長々と <laughs> 失礼しましたあのこんな所詮厚苦しいやつなんですよ私は でも私は自分の意思に向かっていつでも正直に生きてきたし自分に嘘はつかないで生きようと思って生きているので、まあ、それによってね人との衝突とかもありましたけれどもあのそうやって生きてきたことだけは自信を持って言えるのでそんな姿が皆さんの、えー、エールとかヒントになれば幸いです。とということであの今日は 必ず夢が叶ってしまう高橋貴子的非常識人生痴痕をお伝えしました。それでは